皆さんは花子おばあちゃんです。花子さんの登場です。いやこの間そばっこ食べで温泉さん入ってきたけどもいかったな。今日はこれからスーパーさん行って惣菜でも買ってこようかな。よし、今日騙すところはこの鰺ヶ沢町に住む鰺ヶ沢花子、この人にしようかな。よし、プルルプルル。もしもし、私鰺ヶ沢町役場保健課の佐藤と申します。鰺ヶ沢花子さんのお宅でしょうか？はい、花子だけどなんだべ。健康保険料の還付の件でご連絡いたしました。実は花子さんの医療費3万7000円分がたまっております。以前水色の封筒でご案内を出しておりますが、まだ手続きはしておりませんよね。封筒来てたかな。わかんね、手続きもしてね。犯人は封筒を出していないにもかかわらず出したと嘘をついています。これは突然電話をしたわけではないことを意識させるためのものです。そうですか。実は還付手続きの期限が今日までなんですよ。今日中に手続きをしないと返金できなくなってしまいます。至急手続きを行っていただく必要があります。わいはなのか、今日中にやんねばジェンコ戻ってこねえのか。犯人は期限が迫っていることを告げ、被害者の冷静さを失わせようとしてきます。おばあちゃん、深呼吸深呼吸、落ち着いて。では還付をご希望でしたら早速手続きの説明に入らせていただきます。まず還付金はあなたの口座に振り込みますので、あなたの口座のキャッシュカードと携帯電話を持ってこの後すぐに ATM に行ってください。使っている銀行はどちらになりますか？縄文銀行だ。それであれば〇〇というスーパーに縄文銀行の ATM があるかと思いますので、そこに行ってください。犯人はあらかじめ被害者の家の周辺の ATM を調べ、無人 ATM に行くよう指示してきます。これは銀行などの周辺に人がいる ATM では声掛けされ未然に防がれてしまうからです。おばあちゃん、 ATM に行っちゃ絶対ダメ。 ATM に着いたら操作方法を教えますので、携帯電話で私に電話をしてくださいね。わかった、今から ATM 行ってくるわ。わいはわいは、忙しい忙しい。ああ今日惣菜買いに行く予定だといいな。いや早く行かねば、早く行かねば。プルルルプルルル、鰺ヶ沢花子だばって今 ATM に着いたじゃん。どうせばいいが早く教えてけろじゃん。はい、ではこれからあなたに医療費を確実に返すために認証手続きをしていただきます。失敗すると手続きをできなくなるかもしれませんので、私の言うことをよく聞いて操作してくださいね。ではまずキャッシュカードを ATM に入れてください。次に画面の残高照会のボタンを押してください。ピッ、残高照会と。では次に出ている数字を右から読んでください。右からか、7967947だ。犯人はおばあちゃんがいくらお金を持っているか気になり、残高を聞こうとしてきます。この時おばあちゃん
ちゃんに残高をそのまま読ませず、数字を右から読ませることで相手に残高を教えていることに気づきにくくさせています。おばあちゃん、詐欺師に通帳の残高教えてるよ。では次にお振り込みのボタンを押してください。ん？あれ、これ振り込みする方じゃねえか？はい、そうです。振り込め先の入力画面になると思いますが、あなたが医療費の返還を受けるための口座を登録する画面になります。そこにこれから言う問い合わせ番号を入力してください。なのが、わかった。冷静に考えれば、振り込みボタンを押すということは相手側に送金するということに気がつくのですが、矢継ぎ早に指示され余裕がなくなって疑いを持たなくなってしまいました。おばあちゃん、まだ間に合う、騙されないで。金額の表示の欄にあなたの問い合わせ番号である497697を入力してください。そして確認というボタンを押してください。押したよ、これでいいべか。はい、それで結構です。では出てきた明細書は捨ててくださいね。犯人は ATM から出てきた取引明細書を破棄するよう指示してきます。これはおばあちゃんが明細書を見てすぐに詐欺に気づかせないようにするためです。おばあちゃん、早く詐欺に気づいて。わかった、明細書捨てたよ。本当ありがとうね。その後、あらかじめ別の ATM コーナーに待機していた引き出し係が現金を引き出してしまいました。還付金をもらうはずなのに詐欺師がうまく誘導し、お金を振り込んでしまったのです。皆さん、このように役場職員が ATM に行けということは決してありません。十分気をつけてください。おかしいなと思ったら警察署またはお近くの駐在所に相談をお願いいたします。